こんにちは、ヒロコです。アキバッテルへようこそ。今日のアキバッテルではですね、東京トイショーの様子、それからアニソングランプリの勝者による歌のイベントの様子をご覧いただきます。でもまずはですね、先日羽田空港で行われた全日空とガンダムのコラボ、ガンダム Z の様子をご覧ください。この飛行機は東京の羽田空港内で行われた小さな式典でその姿を現しました。今年がですね、ガンプラ30周年記念ということになります。そういう、メモリアルイヤーにですね、こう誰もがですね憧れる飛行機にこうガンダムの素晴らしいこう絵柄をですね描いていただいて、空を飛ぶと。全日空とのコラボレーションは全日空のロゴ入りカスタムガンダムモデルでも実現し、それらは全日空の国際線の飛行機で購入することができます。この飛行機、世界に一つしかございませんが、来年の春まで日本全国を飛び回ってまいります。セレモニーが終わった後、私たちは実際にですね、飛行機があるところまでバスで移動しました。ボーイング777の片側にはガンダムが描かれており、逆側には全日空とガンダムのロゴが書かれています。初めてのフライトには乗客500人が乗っており、その多くはもちろんガンダムファンの方たちでした。カメラを持った乗客たちは機体やサイドのイラストを写真に収め、初フライトを目の前にしたスタッフたちもお忙しの様子でした。全日空の機体にキャラクターが描かれるのはガンダムが初めてではありません。ガンダム飛行機が飛び立つのを待っている時、ちょうど全日空でも人気のポケモン飛行機を見ることができました。ボーイング747機は子どもたちを中心にとても人気が高く、いつも空港で注目の的となっています。はい、ガンダムジェットいかがでしたか。次は東京トイショーの様子をご覧ください。今年もたくさんのおもちゃが集まっていて、世界中からいろんなお客さんが来ていました。2010年東京おもちゃショーへようこそ。今年もいろんなおもちゃがここに揃っているよ。早速見ていきたいと思います。毎年アニマックスさんによってアニソングランプリっていうのが開催されているんですけれども、私たちはですねそのアニソングランプリのチャンピオンによる歌のイベントを聞いてくることができました。どうぞ。佐々木さやかさんは第3回目となる2009年アニソングランプリの優勝者です。彼女はインターネットの同時投票によって6570人の応募者の中から見事1位に輝きました。優勝を勝ち取った曲は創世のアクエリオンの曲でした。幼稚園の前くらいから
歌ってきてたんですけど、アニソンシンガーっていうのになりたいと強く思ったのは、私今今年28になったんですけれども、20歳過ぎてからより濃く思ったというか、昔は私が若い頃はアニソンシンガーっていうジャンルがあまりか、なんだろう、メジャーではなかったので、一旦デビューしてからこう行く、こう分かれていくものなのかなと思ってたので、絶対にアニソンシンガーになりたいって思ったのが20歳過ぎてからです。自分のこういう音楽を作りたいというものよりも先にやっぱりアニメがあって、その中の思いを代わりに届ける役だったりっていうことだと思うので、やっぱりもうアニメが大好き でその世界観も大好き でその世界に浸って歌うことが一番だと思うので、やっぱり熱い心と妄想力というか想像力が豊かな人が似てるんじゃないかなと思います。今海外の方がすごいアニメとアニソン大好きで熱いと聞いていて、私もできたらいつかコンベンション的なアニメフェスに海外に呼んでいただけたら嬉しいなと思っているんですが、はい、今回のアキバッテルいかがでしたか。次回のアキバッテルではですね、皆さんがご家庭で遊んでいるゲーム、これが日本語から皆さんの言語にどのように訳されているのかを紹介したいと思いますので、お見逃しなく。それではまた。場所を選ぶ